テレビでもちょっと問題になっていることについてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、まあ、担当直に言うと香川照之さんの件になります。はい、話はいろいろと来てますか？うちじゃないかと、クラブ7重であの写真が撮られたんじゃないかと、はい、よく言われるんですね。はい、結論から言うと、うん、クラブ7重ではないっていうことですか？ないんですよ。あ、そうなんですね。はい、実は銀座のクラブってほとんどが8丁目なんですね。あ、そうなんですね。はい、銀座、なるほど。そう、クラブ7重該当しますって書いてあったんですけども、はいはい、あのみんな該当したので、みんな、そういうことだったんですね。なるほど。そうなんです。みんな該当する条件だったんですね、今回って。そうなんですよ。ただまあうちがメディアに出たり SNS に出たりしてるので、はい、クラブ7重なんじゃないのって言われますけど、うちではないです。ね、ただ照之さんは一度もうちにまで、ね、あの残念ながらいらしたことないんですね。あ、そうなんですね。はい。